大谷古墳は和歌山県和歌山市大屋にある古墳。形状は前方後円墳。国の史跡に指定されている。築造時期は5世紀後半から6世紀初頭と考えられている。木の川川口地帯右岸、泉山脈の南側山麓に築造され、前方部を南西に向ける。発掘調査は和歌山市教育委員会が京都大学研究室に移植し、 1957年から1958年にかけて行われた。1978年11月5日、国の史跡に指定された。主体部出土遺物は、1982年6月5日、重要文化財に一括指定された。埴輪列が確認されている。公園部から、阿蘇山の業界岩性の組み合わせ式形石棺が出土している。 石棺は、底石、4枚の足石、2枚つなぎの二石でできている。外石は、屋根形をしており、2.96メートル1.6メートルの大きさである。両側に6個の環状縄突起を作ってある。20歳から30歳くらいの人骨が出土している。騎士一族の武将の屈状と推定。木の川下流域における5から6世紀の主張の墳墓は、左岸にある。 岩八千塚古墳群であると考えられているので、本古墳の被装者は別の主張と考えられる。馬中東京国立博物館展示。大陸文化との関係が注目される。ありがとうございます。